いよランドロイドの発表です。ランドロイドとは一体何なんでしょうか。そう、それは世界初、全自動洗濯物折りたたみロボットです。こちらを開けて中の洗濯物を取り出します。さあ、今取り出したのは洗濯と乾燥が終了した1枚の T シャツです。この T シャツ、こちらをランドロイドに早速投入してみたいと思います。さあ、扉が開きました。こちらがランドロイドです。さあ、中に投入いたしました。さあ、そして扉が閉まっていきます。ここからランドロイドの画像を解析する作業が始まってまいります。さあ、衣類を認識していますという文字が出てまいりましたが、こちら今からランドロイドが画像を認識してまいります。本当は中の構造も詳しくご紹介したいところなんですが、まだまだ機密情報となっているため、今回はこのようにモザイクがかった画像、そして静止画でご了承いただきたいと思います。さあ皆様、スクリーンにご注目ください。今右側リアルタイム映像ではランドロイドに投入した T シャツがご覧いただけたかと思います。この後畳まれた T シャツが搬入口へ向かってきます。少しモザイクがかって分かりづらいですが、移動しているのがお分かりいただけるかと思います。さあ、まもなくこちらの扉が開きます。どうぞ皆様ご覧ください。今開きました。さあ、出来上がりました。後ろの方見えますか。今ランドロイドが畳んだ T シャツが出てきました。商品の見た目はこのままではございませんが、サイズはおおよそ冷蔵庫と同等程度とお考えください。その後フェーズ2として、介護福祉施設や病院向けへの展開を想定しています。家に組み込まれた際のイメージとしては、洗濯、乾燥、折りたたみまでが完了した衣類が自動で各部屋のクローゼットやタンスに格納されるようなインテグレーテッドシステムを考えております。今後は商品化に向けてパナソニック様、ダイワハウス工業様と共同開発を行ってまいります。どうぞ皆様、ランドロイドにご期待ください。